1992年12月6日、スーパーファミコンでファイナルファンタジー5発表。主人公バッツと運命の導きで巡り合う仲間たちが繰り広げる冒険のフィールドは、時空を超えた3つの世界に分かれて展開。おなじみのジョブチェンジシステムがさらにパワーアップ。前作から取り入れられたアクティブタイムバトルシステムや召喚魔法もさらなる進化を遂げている。本作までクリスタルの世界観を多く追求してきた FF シリーズが、その世界観を成熟させた作品である。ファイナルファンタジー3で採用されたジョブチェンジシステム、それを踏襲しながらも様々な要素、アビリティが追加されている。ジョブは全部で22種類、風、水、火、土、それぞれのクリスタルのパワーをもらうことでジョブを入手していく。男気あふれる行動で主人公の敵役ながらファンの支持を得ているキャラクターギルガメッシュ。刃をかわしていくうちに心を通わせ、最後は主人公たちのために散っていく。ちなみにこのギルガメッシュ、あまりの人気の高さに現在でも復活を望む声が多いのだとか。チャレンジスピリッツあふれる FF ファンを熱くさせたのが、強大な力を持つ最強モンスターオメガ神竜の存在。ラストダンジョンに存在し、通常のプレイでは倒すことは非常に困難な強敵。しかしもし倒せたなら、貴重かつ強力なアイテムを入手できる。